は終局いたしました。これより討論に入ります。討論の申し出がありますので、順次これを許します。伊佐真一君。平成29年度補正予算につきまして、自民党公明党を代表し、賛成の立場から討論をさせていただきます。平成29年度補正予算は、我々が訴えてきた全世代型の社会保障を推進し、お年寄りも若者も安心できる社会を目指す施策が多数盛り込まれております。例えば、人づくり革命の一環としては、教育無償化と車の両輪となって進めている保育の受け皿整備として、643億円が措置されており、これらによって子育て安心プランを前倒しして実施することとしています。また、保育中の園児の死亡事故をなくすため、睡眠時の園児の動きをモニターする備品の整備など、我々の主張が盛り込まれていることも評価します。次に防災減災事業については、昨年7月の九州北部豪雨災害を受け、我々の提案により政府は全国約2万の中小河川の総点検を実施しました。その結果、中小河川緊急治水対策プロジェクトを策定しましたが、本補正予算では、同プロジェクト実施のために必要な予算の6割が計上されております。そのほか、学校耐震化についても957億円が計上されており、国民の命と生活を守る防災減災事業を着実に前に進めることができます。また、中小企業の生産性革命に関する予算としては、ものづくりやサービス業への設備投資を支援する1000億円、IT ツール導入を支援する500億円の予算など、我々が強く後押しする取り組みが反映されています。なお、本年3月31日をもって期限を迎える予定であった高速道路の大口利用者の料金割引が継続されることは、両党の申し入れをも踏まえた措置であり、高く評価します。TPP 関連については、農地集積や集約化の加速化、排水対策の整備などを支援する350億円の予算のほか、高収益作物に転換するための予算など、合わせて3170億円の予算が盛り込まれております。政府には、いわゆる TPP11 や欧州との EPA などの対応として、国内の現場の意見もしっかりと聞きながら、国内農林水産業の体質強化を遅滞なく進めるよう強く要望します。いよいよ、デフレからの脱却に向けて、アベノミクスの恩恵が今まで及んでこなかった層への力強い政策展開が今求められております。自民党公明党は引き続き、現場の視点、地域の視点から各種施策をチェックしていくことを申し上げて賛成討論といたします。ありがとうございました。